油まみれなのに風紀委員に立候補する陰キャ。次に身だしなみやクラスの規律を正す風紀委員を決めるぞ。先生、僕がやります。僕、髪が乱れてたり清潔感ないやつ許せないんで。かっこいい、嫌われ役していけるなんて。まずは僕らが気をつけないとね、うん、あ、2ブロック禁止だよ。2ブロックなんかしないよ。でも君のワックスちょっと不潔感ない。あんな不潔なものつけてないわ。これ皮脂だよ。もう不潔、スーブロしなよ。あ、みんな明日から身だしなみ検査始めます。頭髪の乱れは心の乱れだからね。メンタル大丈夫？検査の前にある人の体臭がきついって苦情が大量に来てます。言っとくけど匂いも身だしなみなので。薄毛ぽっちゃりメガネ当てです。誰かわかんないけど本人は自覚あると思うから気をつけて。あ、じゃあそこの女子から。あ、メイクしてない？だってうちすっぴんブスだもん。てかお前も髪になんかつけてね。いや、僕の頭もすっぴんブスだから。オープンすっぴんブス。一緒に住んだし、うちの化粧は美術の練習、アートってことで。アートとか言ってるよ。しかも君の髪のこと見下してるし。僕の髪だってアートなのに。オープンアートネイチャー、芸術作品だもんな。なんか嫌われただけで終わったね。でも正義は僕らにあるから。確かに、月1ぐらいで頭髪検査しないとね。いや、小学生じゃないんだから髪なんてもうそんな生えてこないだろ。さすがだな君、みんな伸びて引っかかってるけどね。じゃあ髪が生えないってこともある意味優等生。オープン劣等生。あの女子めっちゃスカート短くね。本当だ。どうします、正義の味方風紀委員。くそ、もうちょいで中見えるのに。あ、正義の味方。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。